黒沢咲は、競技麻雀のプロジャン氏。東京都世田谷区出身。血液型 A 型。上智大学卒。日本プロ麻雀連盟所属。愛称は、強気のビーナス。会社員として働き二足のわらじを履いていたが、多忙理由に、勤務先をがん退職し、麻雀プロ一本で頑張ることを決意。現在は、妹と共にポーセラーツのサロンをオープンし、 講師を務めているという2018年に行われた M リーグドラフト会議にてチームライデン、ライデンから3位指名を受ける。2019年9月30日、M リーグの今季2000枚で1着を取った後のインタビューで結婚を発表した。同年、第36期法王戦 A2 リーグの第10節終了時点で3位に位置し、昇級ボーダーの2位に位置している。 近藤久春とは78.1ポイント差。昇級するには12月25日に行われる最終節の上位4名による D タクでこのポイント差をひっくり返す必要があった。そして迎えた同日の D タク3回戦で6万点を超える一人浮きでのトップを取った黒沢はトータルポイントでついに近藤を逆転。最終戦も安定した打ち回しで、 トータルプラス52.2ポイントの宅内トップを獲得。近藤が宅内ラスでトータル3位となるプラス111.7ポイント、黒沢が同2位のプラス163.3ポイントとなったため、女流3人目となる来季の A1 リーグ昇級を同首位で同じ M リーガーの佐々木久とと共に決めた。なお、 A1 リーグにいた同じ女流のワクツアキラは今季が183.3ポイントの11位で最下位の前原雄大と共に来季 A2 リーグに高級したため連盟史上初となる A1 リーグに2人の女流がいる状態とはならなかった。なお、女性ジャン氏として順位戦の最高位に昇級するのは浦田和子、咲美、由里、山口真也、ワクツ章に次いで5人目。 2020年2月7日、M リーグの2000枚で一着を取った後のインタビューで、解任を発表、7月2日に、帝王切開によりジ、女ジが誕生したことを報告した。なお、3級により、A1 リーグで戦う予定であった第37期鳳凰戦は、休場している。復帰戦となったテレビ対局、麻雀最強戦2020タイトルホルダー VS。 エムリーガー最強の女流決戦では、僅差の点数状況を守り抜き優勝し、自身初めてとなる最強戦ファイナル出場権を得た。個人賞は規定打数以上の選手が対象。ありがとうございます。